こんにちは、みーちゃんです。皆さんお元気ですか？ですね、今日は島パト行ってきちゃいました。今日はですね、実はいわきに母親のことでちょっと用事があったので行ってきました。なのでいわきの島村に行ってきちゃった。今日と撮影してるのはですね、6月7日です。でこの洋服見て思うと思うんですが、今日はですね、芸能人の用法に2本撮りしております。すごい、衣装も変えずに2本撮り。芸能人のみーちゃんであります。皆さん元気ですか？この動画がアップする頃には私もだいぶ復活しているかなと思います。返信もできているかな、皆さんにコメントの方の、頑張っておりますと言っておきます。まだ6月7日なので何とも言えませんが、頑張っている頃だと思います。はい、そしてですね、こちら、やっぱり見たら行かずにいられない、そこに山があるから登るのさ、そこに島村があったら行くのさ。みーちゃんであります。もうね、島村中毒、島村中ですね、島村中。もう島村と見たらそこに寄ってってしまう。もう車がこう自然にね、こうピッ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 と入ってちゃいます。ついついね、足がそちらに向かってしまうみーちゃんであります。そしてですね、今日買ってきたものはですね、ちょっと1週間ずれてしまうかと思いますが、皆さんとお会いできますようにということでね、今日も買ってきちゃいました。まずマスク。マスク必需品ですよね。またマスク買ってきちゃった。顔、頭は小さいけど顔は大きいのかななんて。幅が 20.5センチはないと、ここね、ちょっとマスクのここが痛くなってくるんですよね。でも今日行ったら、20.5センチのマスクが、メイクが崩れにくいタイプのがあったので購入してきました。こちらがね、すごいいいんですよね。皆さんも使ってる方多いかと思いますが、メイクが崩れにくいマスク、前も出しましたね。で590円、映ってますか？ちょっと暗いですね、ごめんなさい。暗い。590円です。649円か、税込みで。はい、こんな感じです。なんか見てみる？一応今最近ね、いろいろ出てますけど、はい、こんな感じです。こんな感じね、色が3色入ってるので、これすごいね、ちょっとね、お洋服に合わせて変えられるんですよ。病院だけど、ちょっとね、カラフルなマスクして一人目立ってますかね。これを買ったのと、あとちょっとね、あったのでね、これ買ってきちゃった。ほら、これスザンヌさんの帽子、ちょっと気になってて、この間また帽子かぶってなんか気に入っちゃったので、また買ってきちゃった。これも可愛いですよね。なんて言うんでしたっけ、マリンキャスケットだそうです。スザンヌさんのデザインなんですけど、こちらの前がこういう風に麻紐で、脇にゴールド、あと色違いで、ここがね、ベージュっぽいきなりの感じのもありましたけど、こっちの色の方が気に入ったのでこっちにしました。ゴールドのポイントと、どうかな。これがね、気に入ったのは、なんとですね、ここで
頭私前ちっちゃいって言ってましたけど、ここでねこの調節ができるようになってるんですよ。ここをほらペリペリっとマジックテープでちょっと多少ねちょっときつくもできるようになってるんです。これねありがたいですよね。そしてこちらが、かわいいスザンヌさん、ちょっと暗くてごめんなさい、かわいいスザンヌさんの、アイテムっていうかあのコラボレーションです。はい、かわいいハッピープロデュースアイテムです。これがね先週出たのかな、先週ですね出たやつなんですけど、お値段が1419円。マリンキャスケット汗止め部分、後ろでサイズ調整ができますよと。で吸水速乾サイズ調整です。後ろもこんな感じで可愛くなってます。スザンヌさんのサイン入りですね。こんな感じです。可愛いですよね。ちょっと深いかな、これでもうちょっと調節しないとダメですね。こんな感じです。はい、そしてですねあとは本当深いかな。そしてあとはこちらデニムのパンツ、これすごい薄手で履きやすそうなのと、あのやっぱパンツどうしてもちょっとなんかパンツ落ち着くんだよな。この色使いも気に入ったのでパンツまた購入しちゃったデニム素材で、この前にねこの線が入ってるのもすっきりしてるのでいいなと思って、ですごい軽くてねこの素材これからすごい履きやすいと思います。色もねこの色も何でも合いますね。でちょっと太めのデザインになってます。でこちらの方が、前がこんな感じになってて、ちょっとタックがこう入ってますね。でこちらのファスナーっぽく見えるのは、ここファスナーっぽく見えるのは飾りです。で両脇にポケットがあります。ポケットがあって後ろがゴムになってます。後ろがゴムで裏地はついていません。でもねあのデニム素材なのですごい履きやすいと思います。薄手なのでねこれから夏場でもこのさ長さでも全然履けていいなと思って。でこちらが、HK ワークスです。素材が綿 100% L サイズです。インディゴ染めなので気をつけてくださいっていう取扱い中ですね。でお値段の方が1419円なんです。 L サイズです。いいですよねこのお値段も。このなんか色がちょっと光沢がある感じで高見えな感じですよね。薄手だからすごい履きやすそうです。そしてあ間違ったそしてここにタックブランブランかけてる。そしてねそして、このパンツも買いそして、また白買っちゃったまた白買っちゃった。なんかこのデザインがすっきりしてすごい素敵だなと思って、襟がまたちょっとねこういうデザインになっていて、ちょっと多少透け感はあると思うんですけれども、これから夏だからね涼しげでいいかなと思って、もっとシンプルなデザインです。シンプル好きなものでついシンプルな形とかこんな感じでちょっとふわっと着る感じですね。で、あの一見ノースリーブっぽく見えますけれども、着てみるとちょっと肩にこうなので、腕がちょっとこう二の腕の半分この辺ぐらいに来る感じですかね。あとで試着してみますね。で襟があるのはやっぱり私似合わなくて、でこれもう時間が今日そんなことやってる場合じゃねえんだよ見えっていう感じのそういう感じなのについねもう大急ぎで寄っちゃった。んです。なのであの試着これはしてこなくてでこんな感じですね。で
ここはそんなに開く感じじゃないので、脇がこうねガバッと開く心配はないかなと思います。で、脇にちょっとこんなにスリットが入っているので、結構深めに入ってますね。こういうふうに脇にスリットが入っているので、上に出してきてもかっこいいなと思います。で、長さは一緒です。前と後ろも長さは一緒の長さですね。でもこのシンプルなデザインがすごい可愛いなと思って、もう何にでも合う。もうさらっと着て、ちょっとこれからの時期、そして何が気に入ったかというとですね、ポリエステル素材、アイロンがいらないんですよ、これだったら。てってれー最近これがお気に入り。てってれー、お友達にね、これね、教えてもらったの。ちょっとね、パクってましたね。そしてですね、こちらがまたプライスがプチプラ、さすが島村さん、なんて言うんだろう、これはごめんなさいね、よくわかんないんだこちらですね、タグもこちらがこんな感じです。オファロさんでいいのかな、はい、こんな感じのタグになってます。で、こちらがですね、まずサイズ言っちゃうか。ポリエステル 100% で、プライスが税込み1089円です。プチプラ助かる。かわいいでしょ、これシンプルでね。これシンプルでほんとかわいいんです。こんな感じこれ大丈夫かな、使えるかな、この動画頭大丈夫、これでちゃんと、はい、購入したのはこの1、2、3点です、マスクは入って4点ですけど、マスクは置いといてこの3点を購入しました。こちらをですね、後ほどというか、これから試着動画撮っていきますのでご覧ください。ですね、チャンネル登録まだの方はぜひよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。この後ですね、試着動画ありますので、最後までよかったら ご覧ください。はい、ではどうぞ。
でしたでしょうか。本当にもうシンプルでね、何でも合わせやすい感じのブラウスです。でもこのシンプルがねいいですよね。落ち着くかな、シンプル一番落ち着く感じですね。袖もだいたいこの辺ぐらいまで来るのでね、腕も気にならずにこれからさらっと着れるのでいいかなと思います。それでですね、今日はこんな感じでした。3点ですね。帽子微妙だったな思わずスザンヌさんだから買っちゃったけど、やっぱ髪の毛が長いとな、可愛いのかな、なんかバスケットね難しいな。はい、こんな感じでした。多分今日が、十何日かに、アップしていると思うので、また、その後ですね、今考え中ですので姉が下村コーデしてくれるということだったんですが、何日ぐらい入院になるかがちょっとね分からないので、ちょっとねいろんな、いつもと違いますけれども、そんな感じでやっていきたいかなと考えております。また、この次の動画お楽しみにお待ちください。ありがとうございました。みーちゃん頑張ってると思います。バイナラなんかすっかりこれが定番になったかななんてありがとうございます。